トリハトリハス、トーリッチスは、スペインの揚げ菓子。薄い輪切りにして甘く味付けしたミルクや白ワインに、浸した噛み応えのあるパンに、溶き卵をつけて揚げる。主に青習慣に、各家庭で作られる。家庭ごとに白ワインを使ったり、蜂蜜を使ったりと、それぞれに受け継がれた味がある。白ワインのシロップをかけるとトスターだと呼ばれる。ラテンアメリカのメキシコ。 コスタリカ、キューバ、プエルトリコ、グアテマラ、ウルグアイではトレハと呼ばれ、牛乳の代わりにオレンジジュースを使うことがあり、オリーブオイル以外の植物油で揚げ、砂糖をまぶすよりも、砂糖のシロップをかけて食べることが多い。カキに、スペインの鳥ハスの一例を示す。A の材料を鍋に入れ、かき混ぜながら煮る。煮立ったら30秒間沸騰させた後で火からおろす。 2センチメートル程度の厚さに輪切りにしたフランスパンを1の液に浸して皿に並べる。液が全体に染み込んで柔らかくなるまでしばらくそのまま置いておく。2のパンを溶き卵にくぐらせオリーブオイルできつね色になるまで揚げる。熱いうちにシナモンシュガーをまぶす。スペインではパンデプエブロというフランスパンに似たパンが用いられる沸騰させると卵が 分離するので注意。沸騰させないこと。ありがとうございます。